日本茶。日本茶とは日常の会話で用いられる用語で、日本のお茶つまり、日本で作られたお茶あるいは、日本でよく飲まれる種類のお茶といった意味合いの言葉で、ある。茶の植物学的な分類として定義された言葉では、ない。ほとんどの日本茶は、不発酵茶である緑茶であるが、ごく一部では、中国茶の黒茶に近い発酵茶が製造されていて、漬物茶と呼ぶ。 徳島県の泡番茶、高知県の五位茶、愛媛県の石土黒茶など四国に多い。四国以外には岡山県の玄徳茶、富山県のバタバタ茶などがある。緑茶の多くは蒸すことで加熱処理をして酸化、発酵を止めた後、揉んで揉まないものもある、乾燥させる製法を取る。この方法は日本独自で発展したものであり、世界的に見ても 生茶過程で蒸し、という工程が行われている国は他に類を見ない。茶葉は、摘んで間もなく加熱処理されるのですぐに発酵が止まる。このため、日本茶は普通緑茶を指す。蒸す代わりに釜でいる加熱処理を用いる場合もある。この製法を取る日本茶を釜入茶という。釜入茶としては、九州の嬉野茶や栗茶などが有名である。蒸す製法は前述したように、 日本独特のものであり、いる製法は中国茶に近い。緑茶を大分類すると中世までに確立した茶道における抹茶、引茶とそれ以外の茶葉を引かずに用いる講義の仙茶に分けられる。競技の仙茶とは玉露、高級品、番茶、低級品の中間に位置づけられる中級品の緑茶という意味。詳細は玉露、仙茶、番茶を参照。 また本来の目的のお茶である、本茶に対して、選別などの工程で弾かれた出物のお茶、すなわち茎茶、め茶、粉茶、ティーバッグ用原料茶という分類も存在する。緑茶は、学術的には、不発酵茶と、ほぼ同義であるが、日本で一般に緑茶といった場合、単に、日本で最も、多く作られている緑茶、すなわち、煎茶、講義を意味する。つまり、 煎茶、競技の他に、玉露、番茶、ほうじ茶、玄米茶など全般を指す。さらに抗議には、抹茶を含める場合もある。日本では、静岡県、僕の現代地、富士山麓、安倍川、天竜川、大井川など、県河全域にて、日本の生産量の約40%が栽培されている。第2位の鹿児島県は、チラン茶などの一部のブランドを除き、 元々は、紅茶輸出用に広められた。輸入自由化の後は、主に県外廉価品のブレンド用に生産されていた、ため知名度は浸透しなかった。第3位は、三重県、第4位は、宮崎県、他には、室町時代から名を高めた宇治茶、京都府、江戸の庶民に親しまれた、鞘山茶、埼玉県、品質の高い玉露生産で名を高めたやめ茶、福岡県などがある。 産地銘柄を表示する際には、当該府県産原料が50%以上、含有するなどの条件を設け、ブランド維持を図っている。現在、日本全国で栽培されている茶樹の9割を、やぶき大地品種が占めている。最近では、奥緑、え、緑、梅雨光などの新しい品種の栽培に、積極的な茶農家も増えてきてお、特に、 鹿児島県では多様な茶樹栽培が活発である。障害を防ぐため、畑には県などの補助金により暴走、ファン、電柱のてっぺんに、下へ向けた扇風機が取り付けてあるが設置されている。2008年、平成20年度税制改正において、法人税等の、減価償却資産の対応年数等に関する省令が改正され、別表第4。 生物の対応年数表によれば2008年、平成20年4月1日以後開始する、5年度にかかる茶樹の法定対応年数は34年となった。日本茶は寒冷地である北海道を除き、冷災規模のものを含め、日本全国に産地が分布する。これは、近隣の寺院が庶民の健康維持や水を美味しく飲むため、茶の栽培を奨励したことで、そのまま、 名産地となった地域や、半世時代に奨励作物として栽培が盛んになった地域が多いためである。また、明治時代から昭和初期までは輸出用の換金作物として、全国各地で栽培が行われるようになり、とりわけ木糸産業が流盛を極め、桑栽培が盛んになる。以前の明治初期には至る県で茶栽培が押されたという。しかし、戦後に、 主な輸出先であった北アフリカの正常不安や価格競争、輸出国への思考変化などもあって輸出量は大きく落ち込んだ。国内需要も食の多様化、パン食文化の浸透などによって緑茶消費は大きく落ち込んだ。一方で手軽に飲めるペットボトルや缶ボトル入り、大手企業だけでなくご当地茶葉のペットボトルも多くなっているティーバッグ緑茶の普及や健康志向。 紅茶の需要に伴う、ご当地紅茶の生産などもあって、減少の一途をたどっていた、茶消費量は横ばいを続けている。また、日本における茶の自給率は2011年現在で92%、紅茶等を除くに及んでおり、国内消費中心である。収穫された茶を蒸して揉んで乾燥させた状態を、荒茶といい、この工程までを、主に茶農家が行う。 次に加工業者が複数の茶農家から買い付けた様々な荒茶を使い、合組と呼ばれるブレンド作業を行い仕上げ茶、製品が完成する。同じ産地の荒茶でブレンドするとは限らないため、産地と銘柄、ブランドには銘柄の名がどうであれ、食品表示に示されている以上の関係は保証されていない。一般に、茶栽培は水はけ、日当たり、 風通しが良い場所が適地とされる。地形は主に平野部、京半部、山間部などに分けられ、平野部では機械導入などにより収益性を高めた大量生産を行っている。一方、京半部、山間部での山茶栽培では機械導入などは難しいため競争力に劣る。その一方で寒暖差が激しく朝霧がかかるなどの自然条件を活用、あるいは 手もみ製法や無農薬栽培、伝統的な製法を継承するなどして品質に付加価値をつけ、大規模産地と差別化を図っている。以下は、その産地を都道府県番号順に準拠して並べたものであり、知名度の工程は問わない。なお、名称は、日本茶業中央開工式ページ及び、農文教による日本茶選書にちなむが、現在はもっぱら使用されていない。 あるいは過去の産地となっているものを整理した。また、産地の概要は、日本茶業中央会、全国茶生産団体連合会、全国茶主産府県農協連連絡協議会のサイト、各自治体、観光協会、商工会ホームページや、各都道府県における産地の遠隔は、松下里市長、日本名茶機構、産地の特徴などは、日本茶の図鑑等を参考にしている。 は、1990年時点で、荒茶生産量例の自治体である。複数の生産者が、北限を名乗っているが、それぞれ定義が違うため注意が必要である。また、稲作と同様に、気候変動の影響を受けるため、絶対的な基準ではない。全国茶生産団体連合会のサイトでは、一般的に、新潟県村上市と茨城県第五町を結ぶ、ラインが、茶の生産が、 産業立地する北原と言われている。と解説している。全国茶生産団体連合会に加盟している団体の北原も茨城県と新潟県である。なお、産業として成り立っている北原は宮城県北部から岩手県南部の地域である。2015年の商用収穫量1170トン、荒茶生産量272トン。関東では埼玉に次ぐ産地。 サ島茶、奥、ク、クジ茶、フルーチ茶の3つを俗に、茨城三大名茶と呼んでいる。2015年商用収穫量は28トン。荒茶生産量7トン。農林水産省の商用収穫量、荒茶生産量は非公表。栽培面積は46ヘクタールとなっている。2015年の商用収穫量は2560トン。 生産量は560トン。東日本では静岡県に次ぐ。江戸時代の武蔵の開拓によって茶畑が広まり、川越茶などとして庶民に親しまれた。現在も首都圏での消費が高いため、全国に知られる名産地となっているが、茶産地としては寒冷による適切回数の少なさなどのために生産量はそこまで多くはない。千葉は古くは、 静岡県に次ぐ日本有数の茶産地で、桜藩にちなむ、桜茶として市場に流通していたが、その多くが落花生生産などに転換したため、今日の荒茶生産量は30トン、市場占有率0.1%未満に過ぎない。商用収穫量は230トン、荒茶生産量は53トン。鞘山が丘寮に産地が展開する。商用収穫量630トン。 荒茶生産量137トン。商用収穫量37トン。商用収穫量4トン。荒茶生産量1トン。若狭地方にも茶畑があり、一部分県には味方茶と記載している。商用収穫量194トン。荒茶生産量36トン。商用収穫量101トン。荒茶生産量22トン。県南の天竜、飯田。 下稲地方が中心。商用収穫量2760トン、荒茶生産量625トン。西農のイビ茶と東農の白川茶が著名であり、総称して、ミノ茶とも呼ぶ。商用収穫量14万9千トン、荒茶生産量3万3千百トン。国内随一の茶産地であり、市場占有率は40%を超える。江戸時代から、 茶産地として知られ、足、久保茶が将軍御用茶となり、茶壺道中が行われたが後に中止。大産地となったのは明治以後で大政奉還を行った徳川義信が駿府に移住した際に、徳川家の藩士が不毛の地だった牧野原を開墾し、雇われた小作人らが輸出向け作物として有望だった茶栽培を始めたことがきっかけで、 大井川の水源や温暖な気候が後押しをした。また、矢吹田が発見されたのも、静岡であり、産地成長を決定づけた。産地も、全県各地にわたり、中でも牧野原、三宝、原、岩田原周辺には大規模な菜園が広がっている。また、山間の産地として、川根、天竜などがある。商用収穫量4,460トン。 荒茶生産量908トン。県際大産地の新城のほか、西尾市、西尾、キラは、引き茶の一大産地となっている。なお、県内には、宮崎番茶、岡崎市と呼ばれる、独自製法の茶があったが、現在は生産されていない、宮崎地区で茶栽培を行っている農家は存在する。商用収穫量3万2000トン。 アラ生産量6770トン。国内3位の茶産地。北勢地方で多く生産される株ぶ茶は国内1位。2011年、歌種加工用茶葉の生産量は国内1位。商用収穫量3130トン。アラ生産量679トン。総称して、大見の茶という、歴史の古い産地が多く、柿以外にも、 古才の牧野などに茶畑がある。商用収穫量13,200トン、荒茶生産量2,920トン。宇治茶で知られ、宇治市、宇治河原町、和塚町などが主産地のほか、両端地方でも茶栽培が行われている。また、茶の加工場数は静岡県に次ぐ。かつて、平方市町尾地区などに茶産地があったが、周辺に宇治、 大和などの大産地があったことや、都市化などにより衰退。自家商品目的の零細農家が点在するのみで、北海道、青森、福島らと並び、平成2年にはすでに生産量0であり、2015年の統計では、北海道と並び統計地なしとなっている。商用収穫量273トン、荒茶生産量59トン。歴史の古い産地が多いものの、 近隣に、宇治や伊勢、大和などの大産地が存在したために戦後は発展せず、生産量はそこまで多くはない。商用量七千7420トン、荒茶生産量1810トン。産地は山添村、月ヶ瀬村など県北東部に集中し、大和茶と名乗っている。商用穫量七71トン、荒茶生産量15トン。 古くから茶がゆなどの食習慣があったため、自家消費用に零細規模の茶栽培が至るところで見られた。以下の産地が知られ、観光地などと結びつき宣伝、販売促進を行っているため、小規模ながら一定の知名度を持つ。商用収穫量85トン、荒茶生産量22トン。柿以外の産地では、六野町、かの茶、地図町、地図茶でも茶栽培が盛んで、 おほすば茶などが作られていたが、厳しい気候や後継者不足などにより、2017年現在は、ほとんど生産されていない。商用収穫量744トン、荒茶生産量180トン。松平春里、不昧による茶の湯普及により、江戸時代から茶栽培が行われ、現在も出雲地方を中心に、茶栽培が盛んである。 商用量五百573トン、荒茶生産量127トン。商用穫量六69トン、荒茶生産量16トン。中四国地方では最も生産が少ない。商用量五百579トン、荒茶生産量289トン。古くは、毛利藩、長州藩、さらに維新後、県の政策などによって盛んに、茶栽培が行われてきた。 一時は、傍聴茶として、なお馳せたが、現在の生産量はそこまで多くない。9割を、おの茶を占める。商用収穫量721トン。荒茶生産量152トン。発酵茶の泡番茶や陶器に生産される、寒茶が有名。煎茶は、三好市の山間部と長町総省が、主な産地。商用収穫量391トン。 荒茶生産量95トン。商用収穫量321トン。荒茶生産量68トン。主産地は、新宮、富里地域となっている。商用収穫量1300トン。荒茶生産量289トン。平野部で生産される、土砂茶のほか、四国産地の山麓に、三砂産地が点在する。また、五石茶は著名な黒茶である。 商用収穫量1600トン、荒茶生産量2170トンで全国有数の産地。特に筑後地方が盛んで、やめ茶が知られる。他に、武善市や宮古町などでも茶栽培が行われている。商用収穫量6010トン、荒茶生産量1350トン、嬉野市のほか、唐津市などが主産地。 旧ュラギのサクレー茶など他産地もブランド力の高い、嬉しの茶として出荷している。商用収穫量3,580トン、荒茶生産量719トン。一般的な無し生のほか、グリ茶と呼ばれる無し生玉緑茶の生産が特徴的。商用収穫量6,350トン、荒茶生産量1,300トン。ブランド力を高めるため、熊本茶として売り出している。 歴史が古い産地が多いため、恒例の茶樹が多い。商用収穫量1990トン、荒茶生産量410トン。茶栽培が盛んな九州各県の中で、平野部が少ないため、茶生産はそこまで多くはない。商用収穫量18,500トン、荒茶生産量3,870トン。生産量は国内4位で、多くは県外へ。 ブレンド用として出荷される。日向市と都の城市、串間市、川南町などが主産地で大規模な菜園、かつ積極的な機械導入により急成長した。また、大半の産地では宮崎茶としてブランド統一を行う傾向が強い。その一方で、高地方、五家瀬地方には伝統的な釜入り茶の生茶技術が伝わっている。 商用収穫量は12300トン。荒茶生産量は24600トン。生産量は国内2位。市場占有率は25から33%で、静岡に次ぐ大産地であり、地覧や栄、霧島南陸の茶産地が知られるが、大隅半島沿岸の渋市周辺や、薩摩半島内陸部にも茶園が広がる。明治時代には輸出用作物として、 茶生産が盛んになり、平地を利用した大規模な茶園が多い。商用収穫量152トン、荒茶生産量31トン、ヤンバル茶という名称は日本茶の図鑑にちなむ。日本国内においては全国的な茶気区分がおむね次の通りとなっている。茶の劣化の要因として温度、水分、酸素、光が挙げられる貯蔵温度も25、 摂氏40度で保管した茶葉を比較したところ、高温で保管したものほどクロロフィルの減少及び、フェオフィチンの増加が見られた。クロロフィル色素の減少により、入れた、菜の変色が生じる。また、温度、5、18から26、摂氏38度と、水分、3.7、5.7、7.5%を変えて保管したところ、4ヶ月後のビタミン C 残存率は、 低温で保管した藻は、水分量が少ない方から82、81、73%で、あったのに対し常温では71、61、48%、高温では61、46、40%と、低温、乾燥であるほど、減少幅が少なかった。なお、酔い越しのお茶は、飲むなと言われるのは、急須に残った茶葉が水分と雑菌により傷むことから、 来ている茶葉が酸素に触れることにより、カテキニやビタミン C の酸化が生じる。一時期は酸化を防ぐために真空パック包装が用いられたが、茶葉に含まれる茎がピンホールの原因となることがあるため、近年では窒素ガスを封入する方法が取られている。茶葉が直射日光を受けることにより、脂質やカロテノイドが酸化され、日光臭。 日本酒用語と呼ばれる異臭が生じる。これを防ぐため、包装材としてアルミ箔の多層フィルムが用いられる。日光臭の原因物質は三メチルマイナス2、武天マイナス1、チオール。茶は、平安時代に中国から日本へ伝わった。そう、英才が鎌倉時代はじめに喫茶洋上機を将軍、源サともに献上し、ンサは、地蔵や、 食気だけでなく武士、さらには豪商にも広まった。水分補給や健康維持のために飲むだけでなく、文化としての作動も確立。江戸時代になると、茶は、町人、農民にも飲まれるようになった。平成初めまで、日本茶は、家庭、職場で茶葉を入れた急須に湯を注いで作る、お茶を入れるということが普通だった。喫茶店や甘みどころでは、 代金が必要な独立したメニューとして販売すること、あったが、多くの飲食店では、食事をしやすくするために水、いわゆる、お冷やとともに、無料で提供されてきた。飲料としては、コーヒーや紅茶、その他の清涼飲料と競合する面がある。伊藤園、大いお茶など缶、ペットボトル入りの登場、普及により、日本茶は茶を入れる、道具、時間がなくても飲めるようになった。 こうした商品は暖かくても冷たくても美味しいように抽出されているため暑い夏場に麦茶と並んで緑茶を飲む習慣も定着し現代においても日本茶は多く飲まれている。日本茶には昔から茶葉の産地や栽培、加工、抽出技術により品質、価格の差があった。近年は高級な日本茶への注目が高まっている。 伊藤園は受注生産の高級品、価格1000円として、ビンゴ辛いお茶玉露を2015年に発売。ロイヤルブルー T 社、神奈川県茅ヶ崎市は1本数十万円のガラス瓶入り緑茶を販売している。江戸時代初期の慶長15年、1610に、オランダ東インド会社により、平戸からヨーロッパへ初めて、日本茶が輸出され、万治3年、1660、 には、ロンドンの新聞に、初めての茶の広告が掲載される。安政5年、1858、に不平等条約である日米修好通商条約が調印され、翌年の横浜、長崎、函館の開港により、日本茶の輸出が始まる。慶応3年、1867、には、サンフランシスコと香港、日本をつなぐ太平洋航路も開通し、 明治に入ると輸出量が激増、茶化も高騰した。主な輸出先は、イギリスとアメリカで、明治末年まで生産量の60%以上を輸出していたが、明治中期まで再生書を欧米人が独占経営しており、日本の茶商は外人商社に売り渡すことしかできなかったため大きな利益とはならず、粗悪茶が横行し、明治16年1883、18 2にはアメリカが日本茶の輸入禁止条例を発行、輸出は激減した。パリ万国博覧会、1889年に日本茶出品と茶店を開設し話題となったが、明治41年、1908年にアメリカが輸入茶に効率な関税を課したことで、日本茶は危機的状況を迎え、同時に19世紀半ばにイギリスがインドなど、 植民地での茶の栽培を成功させたことで紅茶が主流になっていき、そのイギリス植民地産紅茶がアメリカ市場へも進出し、日本茶の輸出量は減少していった。第一次世界大戦勃発でイギリス植民地産紅茶の代替として日本茶の需要が高まり、大正6年、1917年には最大の輸出量を記録し、 アメリカ向けに、その80%が輸出されたが、戦後アメリカ市場から締め出されて、再び低迷、ニューヨーク万国博覧会、1939年で日本茶を積極的に宣伝するなどしたが、第二次大戦で生産量そのものも減少し、戦後は、緑茶の輸入自由化により初めて輸出量が、輸入量を下回る結果となった。21世紀に入り、 高級品を含めて日本茶は世界的な健康志向や和食ブームを背景に海外でも愛飲されるようになっている。日本茶の中心である緑茶の輸出額は2016年に過去最高の約115億円と10年前の3倍近くに増えた。日本茶を出す欧米風カフェも増えているほか使う茶葉を農園単位でこだわったり、 ハンドドリップで入れたりする高級な日本茶専門店も登場している。都道府県日本茶に関連する資格としては日本茶インストラクター、日本茶アドバイザーがあり、特定非営利、活動法人日本茶インストラクター協会が認定する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。